体育会系であり日本史好きでもある文武両道保科が歴史的スポットを目指して歩きまくりながらその偉人を紹介していきます。今回は静岡歴史旅3日目、僕は今伊豆市の修善寺温泉にいます。今日はあの鎌倉幕府を牛耳った北条氏の地元伊豆の国市で歴史旅をやっていきたいと思います。今回取り上げるのはまずは世界遺産韮山反射炉と江川太郎左衛門、そして鎌倉幕府初代執権北条時政と二代執権北条義時です。ではまずは修善寺駅を目指します。では伊豆の国市に行く前にちょっと修善寺を見て回りたいと思います。さあこの階段登ったところに源範頼のお墓があります。この人は頼朝の弟ですね。で源平合戦で頼朝と一緒に戦っています。で鎌倉時代に入ったある日ですね、頼朝が撃たれたっていう誤報が北条政子のところに届くんですね。で政子はパニックになっちゃうんですよ。でそしたら範頼がお兄さんがいなくても私がいるんで大丈夫ですって言って安心させようとするんです。でもこれって頼朝なんか別にいなくてもいいとも聞こえますよね。それで頼朝がぶち切れちゃうんです。で範頼はいやそんなつもりないんですって弁明するんですけど、なんかそれがね下手くそでね、どんどん頼朝を怒らせちゃうんですよ。なんか範頼が部下にちょっと頼朝さんが俺のことどう思ってるかちょっと覗き見してきてって言って、部下にですね頼朝の監視に行かせるんですね。でそれが頼朝にバレちゃうんです。でうわびっくりしたっつって、いやお前誰だよなんつってね、あ違うんです僕範頼さんに言われて頼朝さんを監視してただけなんですとか言っちゃうんですね。もうこんな怪しいじゃないですか。それで謀反の疑いありってことで修善寺に幽閉されちゃうんですね範頼がね。でその後に梶原景時に攻められて自害するという人生なんですね。それでお墓があそこにあるわけなんですね。そしてここが修善寺ですね。範頼がここに幽閉されたわけですね。あと鎌倉幕府二代将軍源頼家もここ修善寺に幽閉されました。お母さん北条政子の北条氏と対立しちゃって、で北条氏を滅ぼそうとしたら逆にやられちゃったんですね。それでここに幽閉されて、そして殺されたということなんですね。だから修善寺は源氏の悲劇的な場所になってるわけなんですよね。さあ修善寺のすぐのところに箱湯っていうのがあるんですよね。あの源頼家が幽閉されて1年後に北条氏に襲撃されて殺されてるんですけど、その殺された場所が箱湯みたいですね。はいこれですね、この箱湯ですね。ここで入浴中に北条氏の刺客に襲撃されたというのがこの温泉だと伝わってるみたいですね。さあそして次こっち、この菊屋旅館っていうのがねもうちょっとそっちの方にあるみたいなんですけど、ここにですねいろんな文豪が来てたみたいなんですよね。で夏目漱石が体調が悪くて療養でここに来たんですよ。でそしたら体調が悪くなっちゃって闘病生活を送ったっていうね、そういう旅館なんですね。でその漱石が泊まった部屋が今もあるみたいなんですね。あここが菊屋旅館ですね。ここで夏目漱石が闘病生活をしていたわけですね。はいさあじゃあ行きましょうかね。では伊豆の国市に向かいます。じゃあ修善寺駅にこれから行きます。修善寺駅に到着です。ではこれから伊豆の国市に移動します。10時21分発伊豆箱根鉄道寸津線三島駅で伊豆長岡に向かいます。伊豆長岡に到着です。ではここから伊豆の国市の歴史的観光スポットを歩いて巡っていきます。最初に取り上げるのは世界遺産韮山反射炉です。韮山反射炉まで 1.8 キロ歩きます。さあまずはそもそも反射炉って何って話ですよね。反射炉はものすごい高温で質のいい鉄を取り出すっていう装置です。熱を壁に反射させることで熱を一点に集中させるっていう仕組みなんで反射炉って言うんですね。幕末以降に鉄の需要が爆上がりしたことでこうして日本国内で反射炉が作られるようになりました。そしてこの反射炉が明治時代の産業革命を支えたんです。だから韮山反射炉は世界遺産になったわけなんですね。日本の反射炉の歴史は江戸時代後期に始まりました。
まります。この時期に欧米のごつい船が日本に近づいてくるようになりました。日本は江戸時代が始まってから200年間テクノロジーがストップしちゃってて、いやこれもし欧米が攻撃してきたらマジでやばいぞっていう危機感が出てきました。それで情報収集に熱心な佐賀の鍋島直政とか伊豆の江川秀達とか、いろんな人が各地で反射炉を作り始めるんです。最初に反射炉を完成させたのは佐賀の鍋島直政です。この鍋島がもう西洋の最新テクノロジーが大好きで、誰よりも早く取り入れて佐賀藩の軍事力を圧倒的なものにしていきました。そして伊豆の江川はあのペリー来航がきっかけになって、幕府がこれはちゃんとした大砲を作んなきゃやばいってなって、それで幕府の命令で反射炉を作り始めました。そして江川が亡くなり、息子が後を継ぎ、1857年に韮山反射炉が完成しました。韮山反射炉が稼働していたのは1864年までです。7年しか稼働してなかったんですね。まあ反射炉もどんどん進化していったっていうことですね。そして明治時代の間に八幡製鉄所とか、そういう大規模な製鉄所に進化していきました。さあ韮山反射炉ですね。もうあそこに見えてますね。これですよね。韮山反射炉は明治日本の産業革命遺産の構成資産の一つとして世界遺産になっています。韮山反射炉とあと山口県の萩反射炉が構成資産になってて、現存する反射炉っていうのがこの2つだけなんですね。で実際に稼働してた反射炉ってなると、この韮山反射炉だけになります。萩反射炉はあの失敗作なんでね、稼働はできなかったんですよね。はい、これが萩反射炉ですよね。はい、じゃあちょっと見ていきたいと思います。さあ行ってきました。でこのちょっと上がったところにですね、この富士山とこの韮山反射炉が同時に見れるっていう、こういうスポットがあるんですね。こう世界遺産が2つ同時に見れるっていうのはここしか日本にないらしいですね。いや本当にここしかないですかね。なんか富士山絡めるのありだったらなんか他にもありそうですけどね。なんか富岡製糸場と富士山とかね、日光と富士山とか行けないんですかね。まあでもこんだけ富士山がはっきり見えるとなるとないんでしょうね。はい、というこういうスポットがあるんですね。はい、さあじゃあ次行きましょう。では続いて韮山反射炉を作った江川太郎左衛門の生涯を追っていきます。江川邸まで 2.4 キロ歩きます。さあ、韮山反射炉を作った人物として、江川太郎左衛門と江川秀達っていう二つの名前が出てきます。江川太郎左衛門っていうのは、ここ韮山を拠点に、静岡、山梨、神奈川、埼玉のあたりを治めるお代官様のことです。江戸幕府の任命で、江川家が代々韮山を治めてたんですけど、その江川家の当主が江川太郎左衛門って呼ばれてたんです。だから代々受け継がれる名前なんですね。あの、市川團十郎みたいなんとかと同じですかね。そして、36代目の江川太郎左衛門が江川秀達なんです。この江川秀達がすごい人だったんで、もう江川太郎左衛門といえば秀達だよねっていう感じになってるんですね。ということで、そんな江川秀達の生涯をお話ししていきます。江川秀達は1801年に江川家に生まれます。小さい頃から勉強熱心で、外国の知識も貪欲に取り入れるような人でした。そして35歳の時にお父さんが亡くなって大官職を継ぐと、めちゃくちゃいい政治をします。あの二宮尊徳を招いて農地を改良したり、自ら率先して超節約生活をしたり、貧しい人には援助をしたり、汚職を徹底的に摘発したり、もうみんな江川のことが好きすぎて、世直し江川大名人なんて呼んでリスペクトしていました。そんな中、1837年にモリソン号事件というのが起きます。モリソン号っていうアメリカの商人の船が近づいてきたんですね。当時の日本は異国船打ち払い令っていうルールがあったんで、大砲をぶっ放して追い払いました。でも後から分かったんですけど、モリソン号には日本人の漂流民が乗ってて、送り届けようとしてくれてたんです。そんな優しいモリソン号を訳も聞かずに大砲で追い払っちゃったわけですから、これ日本国内でも批判されたんですね。まあそういう事件があったんですけど、この事件にはもう一つ問題があって、日本の大砲がモリソン号に全然効いてなかったんです。日本の武器ってもう200年ぐらいアップデートされてなかったんで、大砲がめちゃくちゃしょぼかったんですね。だからもし外国が本気で攻めてきたら、日本は全く太刀打ちできないっていうことに気づかされたんです。そこで江川は海防、海の防御に力を入れ始めます。まずは欧米の最新テクノロジーを研究しまくります。そして軍備強化の意見書を幕府にたくさん提出していきます。さらに長崎にいる
カリスマ砲術家高島秋帆に弟子入りします。で、学んだことをさらに改良して江川塾っていう近代的な軍隊の養成学校を作ります。ちなみにですけど、軍の食料に適してるってことで日本で初めてパンを焼いたのが江川秀達だって言われています。そして1853年、ペリーが来るわけですね。恐れていた事態がついに目の前にやってきました。幕府もいよいよ海岸線の防備を強化しなきゃいけないってなりますね。で、どうしようってなった時に、そういえば江川がいろいろ意見してたなーってなるんですね。それで江川が呼ばれるんです。それでできたのがあのお台場なんですね。今はフジテレビでおなじみですけど、もともとは黒船対策で江川が作ったものだったんです。そして大砲をたくさん作るためには大量の鉄が必要だということで、韮山反射炉も作り始めます。で、さらに軍艦も必要だってことで蒸気船も作り始めるんです。するとさすがに働きすぎて江川は倒れてしまいます。そして1855年、55歳で亡くなります。だから江川自身はお台場も反射炉も蒸気船も完成を見ることができなかったんです。しかしその意思は後を継いだ江川太郎左衛門や江川塾の生徒たちが受け継いで、お台場も反射炉も蒸気船も完成させました。そしてそれが明治以降の富国強兵につながっていったわけですね。だから江川秀達こそが日本を強くして外国の脅威から日本を守ったんです。もし江川がいなかったら、その後の日本はどうなっちゃってたんだろうって話なわけですよね。だから江川が日本を守ったんだと、そう言っておそらく間違いないと思います。さあ、江川邸ですね。江戸時代を通して江川家がここでこの一帯を治めていました。秀達が作った江川塾があったのもここですね。パン発祥の地もここだということなわけですね。はい、じゃあちょっと行ってきたいと思います。さあ、行ってきました。じゃあ次行きましょうかね。じゃあここから北条氏をね、やっていきましょう。では続いては鎌倉幕府初代執権北条時政の生涯を追っていきます。北条氏邸跡まで 2.7 キロ歩きます。北条時政は1138年に伊豆の豪族北条家に生まれます。田舎の豪族として特に大きな出来事もなく過ごしていたんですが、1160年に源頼朝が伊豆に来るわけですね。源義朝が平清盛に負けて、それで息子の頼朝が伊豆に流されてきました。その監視役に北条時政が選ばれます。しかし時は流れて1177年、あろうことか娘の北条政子が、私頼朝さんと結婚するって言い出すんです。いや、頼政は慌てます。まあそりゃそうですよね。自分の娘が源氏と結婚したら清盛さんに絶対めちゃくちゃキレられます。だからそんな結婚は絶対に認められません。そこで時政は急遽別の人との結婚をセッティングして政子を家に閉じ込めます。しかし政子も諦めません。家を脱走して頼朝と駆け落ちしちゃうんです。もう困ったもんですよね。しかし時政はここで考え方を変えます。もしこれから兵器が没落して源氏の時代になったら、政子の結婚ってめちゃくちゃでかいんじゃない？こう考えるようになるんです。それで頼朝と政子の結婚を認めるんです。結果的にこれが大正解だったわけですね。そして1180年、持人王という人から頼朝に手紙が来ます。持人王は平清盛を恨んでいて、打倒平家を源氏の人たちに呼びかけていました。頼朝はひとまず様子を見るんですが、持人王が平家に倒されて、さらに平家が持人王から手紙を受け取った奴らも全員ぶっ潰すって宣言しました。これはもう仕方ないってことで、ついに頼朝も兵を挙げることになります。で、時政もこれに協力することにします。しかし石橋山の戦いで頼朝は負けてしまい、時政の長男が戦死してしまいます。頼朝、時政、そして次男の義時はなんとか千葉県に逃れて、そこで体制を立て直します。ここから源氏の快進撃が始まるわけです。平家を滅ぼして、そして鎌倉幕府ができるわけですね。このあたりでは時政にそんなに大きな動きはありません。しかし1199年に頼朝が亡くなると、事態は大きく動き始めます。息子の源頼家が2代将軍になるんですが、頼朝と違って実績のない自分が舐められないように、無理に強がって独裁っぽい感じでやっていました。それに御家人たちの不満が爆発しちゃって、それで政子の提案で13人の合議制が始まります。で、時政もそのメンバーに入ります。これで御家人たちの発言権が増したことで、激しい権力争いが始まります。
権力争いは北条 VS 比企という構図になります。北条は頼朝の妻政子がいるってことでやっぱり強いです。一方の比企は頼家の乳母、育ての母が比企の尼っていう人だったんです。だから頼家は政子の子供なんだけど比企にべったりなんです。しかも頼家は比企家の娘と結婚して男の子を産んでいます。この子が次の将軍になったらいよいよ比企が強くなってしまいます。そんな中頼家が病気で倒れてしまいます。こうなると後継者のことを考えないといけません。そこで北条は頼家の弟実朝をご利用しします。すると比企は病床の頼家に相談します。なんか北条が実朝うるさいんで北条潰しませんって言うんですね。で頼家もよし北条やっつけようって言って自分の母親一族を滅ぼそうとします。しかしこの話し合いを北条政子が聞いていました。それで時政に相談します。そして時政が先手を打って比企一族を滅ぼすんです。さらに頼家も修善寺に幽閉して翌年に暗殺します。そして実朝が三代将軍に就任します。実朝はまだ12歳です。補佐役が必要だということで執権というポジションが作られます。その初代執権に時政がつくわけですね。あの時政子の結婚を認めたことでついに実質的な日本のトップにまで上り詰めました。しかしここから時政はおかしくなってきます。ある日時政の娘婿と畠山っていう頼朝を支えた御家人が口喧嘩をしちゃいます。でこれを根に持った娘婿が畠山が謀反を起こそうとしてますよっていう嘘の垂れ込みをします。で時政はそれを信じて畠山を討ち取りに向かいます。息子の義時は止めに入ります。畠山さんが謀反なんてありえないって。しかし時政は聞く耳を持たず畠山を滅ぼすんです。その後畠山に謀反の計画なんてなかったということが分かりました。政子と義時は落ち込み、そして時政は信頼を失います。すると時政は権力を取り戻すためにとんでもないことを考えます。なんと将軍実朝を暗殺して娘婿を新しい将軍にしようと考えます。もう無茶苦茶ですよね。それを知った政子と義時ももう呆れてしまいます。そして政子と義時によって時政は鎌倉から追放、伊豆に流されます。そしてここからは表舞台に戻ることなく10年後の1215年に78歳で亡くなります。さあ森山西公園のここがですね、北条子邸跡、炎上寺跡になります。北条氏が鎌倉に移るまで住んでたところですね。でそして鎌倉幕府が滅亡した後に北条一族がここに炎上寺を建てたということですね。ちょっとじゃあ覗いてきます。そしてこれが北条政子産湯の井戸ですね。政子がここで生まれて、でね、4歳の時に頼朝が流されてきたわけですよね。その時はね、まさか結婚するなんてね、誰も夢にも思わなかったでしょうね。さあ、願成就院ですね。ここに北条時政のお墓があります。まあ最後はね、ちょっと悪い形で伊豆に帰ってきちゃいましたよね。なんかね、執権になってちょっと有頂天になってたんですかね。まあちょっと残念な最後ではありましたよね。よし、じゃあちょっと行ってきましょうかね。さあ行ってきました。じゃあ続いて義時ですね、行きましょう。では続いて時政の後を継ぐ形で2代目執権になった北条義時の生涯を追っていきます。北条義時夫妻墓所まで 2.5 キロ歩きます。義時は父時政を追放し2代執権に就任しました。義時、政子、そして源の実朝、この体制で北条の権力を盤石なものにしていきました。しかし1219年に大事件が起こります。将軍源の実朝が暗殺されるんです。犯人は公暁という男です。この人は源の頼家の息子です。頼家って比企家の娘と結婚して男の子を産んでましたよね。公暁はその次男なんです。だから公暁はお父さん、お母さん、お兄ちゃんを北条に殺されてるわけですね。比企一族が滅ぼされ、頼家も修善寺に幽閉された後に暗殺されたんです。だから公暁は北条を憎んでたわけですね。それで実朝を暗殺したんです。そして公暁も義時の指示によって討ち取られます。でこれによって頼朝の血を受け継ぐ二人が死んで、頼朝の血が断絶してしまいました。義時と政子は動揺します。でも早く次の将軍を決めないといけません。そこで天皇家から将軍を招こうとします。それで朝廷と話し合いを進め
めていきました。しかし後鳥羽上皇が出てきて、ダメだ、断られちゃうんです。え、なんでってなるんですが、とにかく急いで他を当たらないといけません。それで最終的に頼朝の遠い親戚の藤原の頼経が四代将軍に就任します。頼経はなんと2歳です。ということで政子が後見人となって執権義時とのツートップ体制を作ります。しかしこの幕府のごたごたした状況を後鳥羽上皇がついてくるんです。それが1221年承久の乱です。後鳥羽上皇は政権を武士に奪われてる現状が悔しいんです。どうしても政権を取り戻したいんです。そう思ってたら頼朝の血が絶えたんです。これはチャンスと思って後鳥羽上皇は幕府を倒しにかかります。後鳥羽上皇は北条義時追討命令を全国の武士に出します。これにより北条義時は朝敵、国に歯向かう逆賊ということになりました。鎌倉幕府の御家人たちも上皇の命令に従わず、このまま幕府についていれば同じく逆賊ということになってしまいます。御家人たちはみんなどうしようってなるわけですね。すると政子が御家人たちを集めて演説をします。あなたたちがこんなに立派になったのは頼朝様のおかげでしょ。だったらその恩に報いて鎌倉幕府を守るために一致団結しましょうよ。これでみんな鎌倉幕府を守る決心がつきます。そして大軍勢で京都に進軍するんです。後鳥羽上皇もまさか鎌倉幕府が一致団結できるなんて夢にも思いませんでした。それで史上初めて朝廷の軍が負けたんです。こんなこと今までありえなかったんですよ。朝廷が負けるなんてありえなかったんです。そんなありえないことが起きたことで幕府と朝廷のパワーバランスがガタッといったわけですね。鎌倉幕府の存在が圧倒的なものになりました。そして3年後の1224年、義時は62歳で亡くなります。圧倒的になった武家政権はその後も続き、北条、足利、そして徳川と700年近く続くことになります。その武家政権の礎がここで作られたっていうわけですね。さあ北条寺ですね。ここは義時が大蛇に飲まれて死んだ息子を弔うために建てました。本当かどうかは知りません。でそしてここには北条義時夫妻のお墓があります。政子の命で三代執権の泰時がお墓を建てたんですね。そして絵馬公園のここに北条義時館跡があります。義時は田舎豪族の次男だったんで、まさか自分が政権を取るなんてね、ここにいた頃は思いもしなかったでしょうね。だからもう田舎豪族の北条氏がね、中央政権のトップに立つなんて本当にありえない話だったわけですよね。でそれはやっぱり頼朝がね、伊豆に来たっていうのが大きなターニングポイントになったっていうわけですよね。さあじゃあ今日はここまでですね。じゃあ今日は伊豆長岡温泉に泊まって明日電車で移動していきます。はい、じゃあ今日は終わりましょう。明日は富士市を経由して静岡市に入ります。では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。